28号では引き続き船体の骨格パーツを組み立てます。今回付属するパーツです。最初にパーツ01のプラスチックフレーム2個を接合します。次に骨格の上端に木工接着剤をつけてフレームに差し込みます。骨格の切り欠きをフレームの中央にある突起に合わせて押し込み、しっかり固定します。ここも隙間が空いたり歪んでいると後の作業でうまくいかなくなるので注意してください。これで28号の作業は終了です。次号からは砲塔回転用のギアボックスベースを組み立てていきます。アシャ